ニンヒドリンニンヒドリンは、方向属化合物の一種で、1、2、3、インガントリオンモノヒドラート、2、二次ヒドロキシインガンマイナス1、3次ンとも呼ばれる。化学式は、c q h 6 o 4で、分子量178.15、CS a 登録番号は、485から47から2。刺激物であり、常温で、炭鉱色個体、水、 アルコールに通う。アミノ酸の検出反応である、ニンヒドリン反応に用いられることで知られる。皮膚などに触れると炎症を起こす。ニンヒドリン反応は、ニンヒドリン水溶液と、アルファアミノ酸によって起きる定色反応で、アブデルハルデン反応とも呼ばれる。タンパク質やペプチドなどの検出に利用される。アルファアミノ酸と2分子のニンヒドリンが反応し、強薬系化合物である。 ルーエマン紫という青紫色の色素とアルデヒドが生成する。ただしプロリンに関しては別で、このアミノ酸は一般のアルファアミノ酸と異なり、ニンヒドリン1分子としか反応せず、ルーエマン紫とは異なる黄色を呈する強薬系化合物を生成して反応が集結する。この反応は多方面に応用されており、ニンヒドリンのアセトン溶液は指紋検出に使われ、 また、この反応を用いて、スタンフォード・ムーアとウィリアム・スタインは、タンパク質のアミノ酸を分析している。反応には二分子のニンヒドリンが関与する。ニンヒドリンの2位の炭素の2つのヒドロキシ元は、容易に脱水し、カルボニル元となる。そのカルボニル元にアルファアミノ酸のアミノ元が、嗅覚攻撃し、脱水、脱炭酸、加水分解を経ることで、 ニンヒドリンの2位の炭素の2つのヒドロキシ元が水素と網の元に置換された化合物とアルデヒドが生成する。とは異なる色素である。続いて、2分子目のニンヒドリンの2位のカルボニル元に、1分子目のニンヒドリンに結合した網の元が、嗅覚攻撃し、脱水することで、強薬系の構造を持つ色素である、ルーエマン紫が生成する。ありがとうございます。